皆さんこんにちは、アズーリタレントのカズヤです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはこの終わりアズーリ FM についてご説明させていただきます。終わりアズーリ FM は日本一尖った放送局アズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。ありがとうございます。アズーリ FM の特徴は何といっても局からの NG がなし、番組にご出演の演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局になっております。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局になっておりまして、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げて、そしてこの番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、この割あずり FM のスタジオがあるホース観音周辺のお店や企業様、面白い方々になんとゲスト出演いただきまして、私アズーリタレントのカズヤがたっぷりとご紹介させていただくというスペシャル番組でございます。ありがとうございます。終わりアズーリ FM は生放送が基本ですが、すべての放送アーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もいつでもご覧いただけます。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリでございますので、視聴者の皆様もご安心してご覧ください。また終わりアズーリ FM ではこちらの Twitter に質問やコメントをいただけましたら、生放送中にスタッフがスタジオの中に持ち込みリアルタイムでご紹介させていただくことができますので、ぜひこちらまでどしどしコメントお待ちしております。よろしくお願いします。それでは早速本日のゲスト様である、今日はですね、あのオースメディアクォーターのオースマップをお作りされている近藤様にご登場いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。改めまして、メディアクォーターという多分皆様もねご存知の方多いかと思うんですけれども、こちらのオースマップをお作りになられているメディアクォーターのすみません、近藤様に来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。あとでちょっとこれねじっくり見ていただこうと思うんですけれども、まずはねこうなんといってもこうオースマップということで、大須商店街を歩くとね結構置かれているお店であったり商店街のねところにも置かれていると思うんですけれども、早速ちょっと今日も深掘りさせていただきたいと思うんですけれども、ちなみにこの大須マップをだけをされているわけではないんですよね。そうですね、そうですよね。はい、はい、まあ、一般的に広告関連の会社で、はいはい、大須商店街の仕事が、はい、メインで、メインで、はい、で例えば大商店街ですと、はい、大須マップだったりホームページの管理もやらさせていただいて、そうなんですね、はい、じゃあすごい手広くされてらっしゃるということで、ちょっとマップというかそういうね広告でやったりとかと思うんですけど、メディアクォーターっていうのはどういった由来といいますか、はい、お聞かせいただけますでしょうか。はい、クォーターってよく4分の1とか、あ、そうそうそうですよね、意味じゃないですか、はい、ピザであったりとかね、はい、ですね、もうなんか別の意味で、はい、部門とか部署とかっていう意味があるらしいんですね。あるらしい、はいはいはい、でもう1999年にですね、はい、大須商店街連盟っていうその組織、はいはい、商店街が、大須の商店街8個が集まって、はい、そういう任意団体があるんですが、はい、その大須商店街連盟さんが、はい、ビルを建てまして、はい、大須商店街連盟会館っていうのがありまして、はい、そこの中に、お店だったり、コミセンだったりいろいろある、はいはい、その3階が大須商店街連盟の事務所があります。あ、はいはいはい、その中の一部屋を間借りするような形お借りして、あ、その大須商店街連盟の中の、広報的なことを、はい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 、担当ということで、はい、オースメディアクォーターという名前、あ、そういうことなんですね、はい、あ、
そっかそっか、それなかなかね、こういった機会じゃないと。そうなんでね、こうた何十年ぶりに質問されたからそうですよね。いや、すごい面白いですね、そう聞くと。じゃあそんなに迷うことなく、はいはい、もうメディアクォーターっていうのはもうパッとこうつけられたって感じで。そうですね、そうですよね。すごい、先ほどちょっとお話でもありましたけど、このオースマップを担当されてから何年ぐらいに、はい、オースマップはですね、はい、2000年から毎年1回ずつ発行してますので、はい、今年24回目ですかね。そうですね、25回目になる、25回目になるんですかね。すごい、やっぱり初期のマップと比べるとやっぱりだんだんこうクオリティといいますか、もう上がってきたり。そうですね、初めはですね、1枚であったりしてたんですか。そうですよね。1枚で、ね、マップってなると 1枚だったんですよ、はい、でそれが2年ぐらい続いて、はい、でまあ、あの広告が載るんですけど、はいはい、広告載せてよっていうあのお店さんが多かったんで、はい、1枚が2枚になった、はいはい、見開きになった、ね、2枚でも足りなくなって冊子になったっていう、はい、今これ何ページぐらいの、今12ページですね。そうなってもすごいたくさんね、はい、お店というか地図もありながら、はい、なんといってもね、これちょっと皆さんも多分手に取っていただいた方はもちろんなんですけど、見やすいんですよね。そうなんですよ、見やすい中でもお店の名前がしっかりぎっしり入ってるのでね、こうどこ行こうかって初めて来られた方もすごいこう見やすくて、一番ね、この観光客のお客様とかもね、見ていただきやすいんじゃないかなっていうのはすごい思いますよね。で、あの先ほどもお話ありました通りに、こういったこれなんて言うんやろ、広告っていうんですかね、これお店が一個一個載ってる、はい、があって、なんかこう食べ物とか何食べようって迷った時にね、これも見開いていただいたらすぐに分かるような内容になっております。またこれちょっとじっくりね、後で見ていただこうと思うんですけれども、そっかそっか、じゃあ2000年からもう24、ね、25回になる、5回になるわけですもん ね。そうですね、今25回目のちょうど制作に、はい、準備が入ったところですね、入ってる感じですね、はい、その制作っていうのはいつからいつぐらいまでで、はい、毎年大体6月1日が発行日なんですが、はい、と実質もう半年ぐらい前から準備が始まってて、そんなに、はい、はいはい、商店街の方で集まって、今年はどんなマップにしようかっていう会議が、あ、はい、1月からもうスタートしてまして、あ、じゃあもうちょうど今、はい、もうちょうど今ですね、あのじゃあこういう形でっていう発行部数とか決めて、はい、で今ちょうど、うん、3月1日から広告募集に始まったタイミングで、はい、あ、はい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 、今日はちょっとそれがアピールできればいいかな。あ、そうですよね、はい、後でまたじっくりそちらも、はい、いえ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 させていただければと思うんですけど、何部ぐらいってするんですか。はい、今ちょっと発行部数は18から万部前後かなとは思ってます。18万部、はい、これが18冊あるってことですよね。18冊、あ、ごめんなさい、18万冊、18万冊ごめんなさい、はい、が作られるってことですもんね。印刷は1回なんですけど、1年間かけて配布してます。はい、あ、じゃあもういきなり18万部をするっていうことなんですね。はいはい、で、はい、足らなくなったりとかっていうのもあるんですか。追加というか、そうなんです、実はですね、ここ3年ぐらいはコロナで、はい、印刷部数を減らしてたんですね。どれぐらいまで減らしてたんですか。13万部だったんですけど、じゃあ5万部ぐらいもで足りなくなって、はいはいはい、今もうこの冊子になってるのがちょっと在庫がなくなってしまったんで、はい、急遽、まあ、地図だけの簡単なものが今、はいはいはい、商店街の中では配っております。あ、そうなんですね、はい、これはもうその地図にしても、はい、このオースマップ冊子のやつにしても、はい、お店に置いてたり、はい、商店街の中にちょっと置いてたりとかして、はい、誰でも気軽にあの手に取っていただける、はい、無料でね、はいはい、手に取っていただける、こんな分かりやすいのが無料ってね、すごくないですか。多分これ見て分からないことないんじゃないかと。食べ物も載ってたり、服屋さんであったりとか、いろんなところが載ってるのでね、まあ多分皆様も手に取っていただいてる方わかると思うんですけれども、もともとあれですか、ちょっとその会社のこともそうなんですけど、はい、近藤さんのことにちょっと深掘りさせていただきたいなと思うんですけどね、やっぱりこういった機会じゃないと聞けないじゃないですか。会社のことはなかなかね、こうホームページ見ていただいたりとかしたらわかると思うんですけど、
近藤さんはやっぱりもともとそういったこう夢があって、うん、こういう印刷会社っていうかこういうマップ広告会社っていうのを自分で会社起業したいなっていう思いがあって、うん、そうですね、まああれですね、うん、そういう広告とかデザインの仕事は興味あったんですけど、はい、何よりもですね、はいはい、サラリーマンに向いてないな。いや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 、そんなそうですか、はいはいはい、にまあ、トータル5年ぐらいは勤めてるんですけど、サラリーマン会社に初めて満員電車乗った時に、うん、どうしてみんな同じ時間に電車乗るのかな、だから満員になるんじゃって、うん、まあまあ確かに、まあ、だいたい7時から8時ぐらいね、9時出勤とかの方が多いのでその時間はすごいこう混みますよね。混みますよね。で私当時一宮から名古屋まで、はいはい、名鉄電車で結構距離もありますしね。はい、でもうそれが嫌だと。あ、ね、それで、まあ、当時フレックスとかそういう発想もなかったです会社も。あ、はいはいはい、全員がもう出勤してで そんな、なんか思っちゃいけない疑問を持ってしまったんで、自分で勤め人は無理だなと思って、はい、あ、それで、はい、25歳で独立。すごい、25歳で。へえ、もうそっか、その時はまだこちらされてないってことですね。そうですね、全然、はい。最初はどういった、初め、ただもうデザインとか印刷の学校の専門学校出てたんで、はい、印刷関連の仕事をやってました。はい、はい、はいはいはい、印刷の注文を受けて、うんうん、はい、ああそういうことから、はい、協力会社の印刷屋さんにお願いしてっていうような風で、はい、あ、そうなんや。じゃあもともとやっぱ25歳からっていうと、まあ、結構も長く、そうなんですよ、ね、もう逆に他の仕事をやったことなくて、はい、まあ、今だと大須商店街の仕事が中心なんで、もうこの辺ばっかしうろちょろしてるんで、はいはいはい、他のエリアに行きたくてしょ。いや、そう、でもすごい知り尽くされてますよね、絶対そんなもん、まあ、偏りがあるとは思うんですけど。いや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 、やっぱりあれですか、近藤さん自身もこう実際こう、うん、足運ばれてお店こう、まあ、調べるって言ったら言い方あれですけど、うん、お立ち寄りされることも、うん、まあ、ただ年齢的な体力、記憶力があれなんで、はい、まあ、実際はうちのスタッフが、うんうんうん、はい、まあ、手分けして、はい、あと、まあ、ちょっとアピールし、先ほどいた女性が、はい、大須案内人、大須案内人の、大須案内人っていうのが、はい、商店街で土曜日曜日に、はい、道案内みたいな、そんないらっしゃる、そうなんです、はい、ごめんなさい、ちょっと存じてなくて、はい、あ、そうなんや、なんかその方に聞けば分かるっていうことですね。まあ、圧倒的に詳しいですね。え、はい、すごい、例えばなんですけど、なんか例えば何やろう、じゃあ唐揚げ食べたいんですけどどこ行ったらいいですかとかでも大丈夫ですかね。もちろん、まあ、すごい、なるべく一番近いお店の紹介になるかと思うんですけど。いやいや、それすごいですよね。で、結構大須商店街ってこう長いし、はい、でいろんなお店ジャンルの方が入られてるので、はい、ね、なかなかこう記憶に入れるって誰でもできるわけじゃないですよね。そうですね、すごいな。そうなんや、それは土日で、土日ですね、はい、それ何時ぐらいから、ですね、11時から5時、4時か5時、まあ4時だったかな、はい、はいはいはい、あ、じゃあ昼前ぐらいから、はい、まあ、一番ちょっと混みやすい時間というか、はいはい、そうですね、いや、それ観光で来られた方は特にね、うん、やっぱ嬉しい、ね、なかなかこう、ね、寿司が分からなかったりとか、うん、僕もこっち出てきた身なんで、うん、大須商店街って一本かと思いきやなんか、はい、何本あるんですかね、こう全部で、はい、ね、多分、まあ、大きく言うと8本なんですけど、そんなに、はい、はいはいはい、細い道もあるので、あ、そうそう、ちょっとこう入っていって右入ったところに、はい、ね、ね、両脇に10店舗ぐらいあるだけの、はい、ね、筋があったりとかも、そうですね、それを数え出すともうすごい数でね、はい、そうですね、意外とそういうところがこう美味しかったりとかこう穴場であった個性があったりとかもするんでね、そうですね、いや、そんなんも教えていただけるってすごい、それね、嬉しいことですよね。それはメディアクォーターさんからは、全く別で、それは全然うちはの仕事ではなく、大須商店街連盟がボランティアさんを集めてやってる。そうなんですね、はい、ボランティアで、はい、すごい、はい、ね、ホームページもね、今日ご用意させていただいたんですけれども、はい、大須商店街のホームページの方からちょっと出していただけますでしょうか。そちらもね、あ、そっちで、じゃあまあ、集って、はい、こちらですね。そうですね、はい、これがアットオースっていうホームページなんですけども、はいはいはい、紹介ページみたいな感じなんですかね、はい、
もともとは、はい、オースマップ2000年からって今お話したんですけど、はい、ホームページは1999年から大須商店街のもう少し古い、はいはいはい、その1年前からあったんですよ、ね、すごい。あ、そうなんや。こちらもあったり、あとインスタグラムとか、はい、SNS も ね、されてるということで、はい、ちょっと順番にね、はい、出していただければと。これ見ても結構でも分かりますよね。なんかもう、まあ、大須の楽しい雰囲気が出て、そうですね、確かに確かに。あ、これがインスタグラムですかね。お商店街の紹介ページみたいな感じじゃないですかね。そうですね。そうそう、節分祭やってますよとか、ね、なんかこうイベントがあったり、これはお店の紹介っていうより商店街のイベントの紹介であったりとかってことですよね。はい。すごい。あとお祭りみたいなこともされてたり、だこれ見ると、今お世で何が行われてるかとか、どういうイベントがあるのかとか。ね、っていうのがあったりとか分かるってことですよね。そうですね、すごい。ツイッターも同様一緒ですかね。そうです。ツイッターが一番フォロワー数も多くてですね。あ、一番今は利用、はい、まあ、一番初めにスタートした SNS なんです。あ、これですね、はい、はい、はいはい。今フォローしてた。ありがとうございます。生放送中にフォローするというね、新しい、ありがとうございます。本当ね、すごいすごい。 1.3 万ですか。すごいですよね。大須商店街の人気があるから、まあこれだけの数になると思うんですけど、ね、いやだっていつ行ってもやっぱり、コロナの時はね、やっぱりに皆さんあの口揃えて言われてましたけど、なかなか人数がいらっしゃらなかったってことなんですけど、そうです ね、今はもう土日なんかちょっとこう歩いていけないぐらい人 ね、 で食べ歩きであったりとか、お洋服買い物ショッピングされる方もいっぱいいらっしゃるので、でもそれも僕思うんですけど、やっぱりこのオースマップっていうものがあって、やっぱりこう一日で、まあなかなか回りきれるか分かんないですけど、効率よく回ることができるのは絶対オースマップのおかげかなと思うので、ぜひね皆さんも、まあもう多分来られた方は手に取られる方がね結構いらっしゃるとは思うんですけど、なかなかどこで手に入れていいか分からないとかいう方も、商店街歩いていただいたら、その道のなんて脇にっていうんですか、そうです ね、置いてあったりとかもするので、はい、自由にね、先ほどのお話じゃないですけど、無料で手に取っていただけるので、はい、ぜひぜひそちらもね、ぜひぜひ、はい、やっぱりこのオースマップ作るにあたって、先ほどちょっと歴史みたいなのも聞かせていただきましたけど、大変なことというか、大変なことはですね、なんかこうありますか。ものすごく間違いを起こさ、印刷って間違えちゃダメじゃん。まあまあそうですね。さらに地図に関してはより、まあ想像を超えたレベルでチェックをして。ああ本当ですか。はい、例えばどう何人もチェックしたりとかってことですか。そうですね。あとまあやっぱり、まあベテランが作るようにするとか。そうですよね。はい、そうですね。携わってる人もそんなに、経験者を優先するとか。やっぱそうですよね。いやそうで、道を間違えてしまうと、道わからない人が一応手に取るじゃないですか、時にこうやっぱ混乱を招いてしまう、まあもちろんお店もそうでしょうけど、すごいな、やっぱ入念なチェックチェックを重ねて、はい、割と神経を使ってる部分ですね。それでもやっぱり間違いとかでも完全ないですか。本当ですね、はい、あんまりちょっとこんな聞くのもあれですけど、たまに私がやらかすことがあるかもわかんないですけども、はい、ものすごい情報量がある割にはほぼ、はい、ほぼないと言ってもいい、はい、レベルだと。すごいすごい。先ほど言われたあの18万部っていうのは1回でするんですか。はい、1回でするんですよ。それだって間違えたらね、間違えたら18万部が全部もう、もう間違えてしまったものになるから、それはなかなか、まあ、人間なんでね、なかなかこう完璧の完璧は難しいかもしれないですけど、まあ、できるだけ間違いないように。いやすごいな。それなかなか見てこうたさんじゃないと、この歴史も含めてね、ですよね、いきなりパッと渡されて、そんなんじゃあこのモーズマップ作ってくださいではなかなか多分焦るんじゃないですか。なかなか間違えていけるんで、徐々にすれたらね、まだちょっとは、何百枚捨てるっていうのもちょっとあれですけど、18万とかもしミスってしまうと大変な、ね、ね、ね、大変なことにね、なんかおっしゃる通り、そうですよね。いやでもそれぐらいね、こう気軽に手に取っていただけると思うものにでもさえ、やっぱりすごい神経というか苦労というか、みんなさんの思い、もちろんね、その社長さんである近藤さんももちろんですけど、こう働かれてるスタッフさんの皆さん思いがこもってるっていうことですもんね。いやすごいな。
一番のやっぱこだわりとかってあります？何をこうやっぱり、まあ、見やすいようにとか、はい、それこそこう細かい道であったりとかっていうお話もありましたけど、はい、なんかどういったこだわりというか、あの、はい、ま、その間違えないようにっていうところで、はいはい、ここ今までは割と同じパターンでレイアウトとかデザインやってきたんですけど、はい、ちょっとこうマンネリになってきたところもあるかなと思って、見飽きるじゃないけど、はい、今回はちょっとあのいろいろあの紙面のところとか、あ、今回って今年のことですか？あ、今、はい、今年制作する部分がすごい、はい、あ、じゃあもうちょっとこう今までとは違った形で、はい、にできるように、まあ、ただあまり変えすぎて間違いが出てもいけないので、まあ、っていうところバランス、いや、そうですよね、ガラッとしすぎても、やっぱリスクがあることですし、はい、あと、まあ、見慣れたこの形で見慣れてるっていう方もいるとは思いますので、はい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 、はい、え、なんかちょっと言える範囲で、うん、それがねそのまとるか分かんないですけど、やっぱ大きさとかも変わったりとかもあるかもしれない、はい、大きさ、うーん、そうですね、あの可能性としては、可能性としては、はい、そうですよね、はい、まあ、あの書き方であったりとか、はいはい、まあ、その見飽きるっていうのも、はい、ね、こう手に取っていただく方で言うと、はい、まあまあ見やすいっていうのがもちろんだと思うんですけど、はい、まあなかなか毎年違うとそれが楽しみでね、される方も多いと思うので、ちょっとねこちらの方を見ていきたいと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。あの先ほど言われたこの地図がね、やっぱりしっかりこう載ってるので、初めて来た方も自分の今の場所であったりとか、お店の名前もしっかり細かく書いてるので、どこのお店の場所に自分がいるかっていうのもね、なかなか Google マップとかって便利なようでちょっとずれるじゃないですかね。でそれやっぱこの地図って絶対ずれないんで、ブレないんで、そのまままっすぐ行ったこれがあるっていうのがもう一個一個わかるわけじゃないですか。素晴らしい。ありがとうございます。いやいやいや、あとね、こちらのあの、これ2ページ目めくったところなんですけど、こちらはあの、どう、あの、お店が載ってるんですよね。はい、あの、大きく、はい、ジャンルが、はいはい、食べる、買う、着る、その他、はい、まずは4つに分かれてまして、ほんまやほんまや、はい、あ、テイクアウト、コンセプトカフェとか、ま、その中でまた食べるの中でサブカテゴリーに分かれて、はい、これ食べるの欄ですね、はい、僕今見させていただいてるの、はい、でこの着るとかもあるってことですね、はい、これも、あ、これ中華、これお菓子、食品、はい、こっちがそうですね、あ、こうやって見んねや、はい、まず4つに分かれてますね、大きく先ほど言われた古着、着るっていうところですね、はいはい、あと販売買取、はい、うわ、すみやす、うわ、すごいですね、占い、そうですね、あの大須占い多いんですよ、多いですよね、あの金龍さんにも、今のところ2箇所、1箇所出ていただいてもう1箇所決まってるところがあるんですけど、占いね、今ね、そのあの占いの話に言うっていう、あ、申し訳ないですけど、今人気じゃないですか、やっぱりね、今期であったり人生であったりすごい迷われてる方も、それこそこれ見たらね、何箇所あってどこにね何があるっていうのが、私も占いを、はい、大須の占いをですね、はいはい、いろんな機会があって3回4回占っていただいたことあるんですけど、おお、はいはい、今度はご自身が、はいはいはい、悩んだ時ですかね。で、まあ人生には、まあ、全部当たるんですよ、どこ。あ、そうなんですか。ええー、やっぱこう一流な方ってやっぱりどこ行っても言うことがこうね、元の見方で見ても一緒になるんですかね。なんか単純なのか、みんな当たるなと思って。すごい。すごい、そうなんや。ちなみに、はい、この、はい、あのなんていうんですか、広告ってお呼びして、はいはい、広告、はい、これどう。載せていただけるんですか、はい、全店舗載ってるわけではないですよね、はい、あの、はい、有料になってまして、はいはい、であのちょっといろいろ金額がややこしかったりするんで、はい、あの大須マップの裏表紙にですね、こちらですね、はい、商店街連盟の電話番号が載ってます、こちらですかね、はい、そこにお電話いただくとか、はい、先ほどご紹介していただいた SNS のアカウントとかに連絡いただければ、はい、うちに全て集約して連絡入るので、そっかそっか、はいはい、お電話いただければこのパンフレットを持ってですね、スタッフがすぐにでも、はい、駆けつけます。今3月1日から募集が始まりまして、はい、あ、4月の中旬ぐらいまで、4月の中旬、はい、あ、じゃあちょうどあれ2日前、はい、そうなんですよ。から、4月の11ヶ月半ぐらい、まあ、そうですね、まあ、4月10日ぐらいまででちょっと枠がなくなってしまってもあれなので、はいはい、早めに、あ、そうですよね、はい、お申し込みいただけると嬉しいですね、うんうん、ちなみにちょっとあの、はい、料金の方が、はい、もちろんね、あの
問い合わせていただいてっていうのはあるんですけど、はい、大体とかって教えていただけたりします、はい、地図に店名だけ載るっていう一番あのシンプルなものがこれですね、はい、これにちっちゃい字と言うたらあれですけど、はいはいはい、これに載るこれが、3300円です年間というか1回ね、はい、そうですね3300円で載せていただけるんですか、はい、そうなんですよねこれだけじゃなくてここに申し込んでいただくと、はい、商店街の中に、はい、あのこれの大きな地図が20箇所ぐらい貼ってあったりだとか、はいはい、あのこういった壁にこうバチで貼ってる掲示板みたいなものですね、はいはい、もちろんウェブでも確認できるので、はい、あのまあ、費用3300円かかっちゃうんですがあのお店の名前載せていただくと皆さんにあの、まあそうですね、分かりやすくなるかなとは思います、これ3300円ってお安いですよね絶対僕が店持ってると絶対ね載せてもらいたいですよねこんな誰もが手に取るもんじゃないですかでこれがなんかいっぱいあればどれに載せたらいいかっていうのは迷うと思うんですけど今はもうこのこちらしかないということですもんねでも絶対もう3300円でもう会社のね広告費としたらすごいお安いかなと思うので、うん、そちらと、はい、あとこういった、はい写真付きはですねあの写真付きはい写真付き広告って言ってるんですけどもこれですねはい、はい、あの商店街連盟が発行してるんで組合員さんと一般の方で金額が違うんですけどもはいはい3万2000円あ2万2000円から3万2000円の間ですで消費税もかかりますが、はい、ああ別途はいはい、はい、あそれでも1回払うともう1年間のこれで18万まで全部吸っていただけるってことですもんね、はい、すごいなそうなんですね一般的な広告に比べるといやかなりお安い とは思いますまあもともと商店街連盟っていうこう利益を追求する団体じゃないのでそうですよね、はい、発行が、うんうんうん、あそうかそうかまあまあでもやっぱりこう作るのにはやっぱりいろんなねやっぱりそのビジネスだけじゃなくてやっぱりいろんなかかりますからいろんなやっぱりね人もやっぱり使ってますし機械も使ってますしそれはねそうだそうだ多少のお金はねあれですけどいやでも思ったより僕思ったよりなんかね偉そうな意味じゃなくて安いかなとすごい思いました2万2000円から3万2000円、はい、で別途税金で別途して、はいはい、自由のしていただくのは3300円そうですねはい安い、すごい、まあ、ぜひあのこちらお問い合わせその先ほどのホームページ、はい、ホームページはごめんなさい何て入れたらメディアオータホームページはオースって入れていただくと、はい、商店街のホームページが一番上に出てくると思うので、はいはい、オースって入れると最初に、はいホームページが出てくる、はいで、はい、そこの中に問い合わせ先とかありますので、うんうんうん、はいそこで問い合わせていただければ、はい、はいはいあこちらが出てきて、はいね、問い合わせはい下の方に問い合わせっていうのがはいはい一番ページの下に問い合わせっていうところが、うん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 、そこのあすごい下のところにですね問い合わせっていうありますかね、はい、あそちらですね、はい、ありがとうございます、はい、スタッフさんさすがありがとうございますそこを押していただいていいですかスタッフさん、はいでそこにですね商店街連盟との問い合わせと下の方があのもうちょっと下がですねオースマップあごめんなさいの問い合わせのところがうちのメールアドレスがあはいはいはい、はい、あこちらでオースって入れてこのホームページ行ってこちらまで行くのと、はい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 、あと先ほどご紹介させていただいた SNS でも大丈夫、はい、SNS も弊社で管理してますのであそうですか、はい、じゃあダイレクトメッセージとか送ると見ていただける、はいはい、そうですそうなんや、はい、でも相談も乗っていただけるということでもちろんです、ねはい、あのぜひぜひ、まあ、最近あの開店ねオープンされた方でも、うんそうですね、今までこう老舗でされてる方でも、はいね、1年間ちょうど今のこのおととい3月1日から、はい4月中旬ぐらいまでですけど、はいまあ、できるだけまあ早めにねお悩みの部分はあると思うんですけど早めにあのご相談というか、はい、あの申し込みいただければあの載せていただけると思いますのでぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします、はい、いやありがとうございますなんかこう来ていただいてこう僕もねあの先ほどのお話なんですけどこう手に出してもらったことあるんですよ、はい、であの、まあ、失礼な意味じゃなくてこう気軽に取らせてもらってたのが、うんはい、こうやってご出演いただくことによってそういった思いがあるんだなとかっていうのもすごい多分見ていただいた方には伝わったかなと思いますのでやっぱりねこうただ吸ってるだけじゃなくて何重にもチェックして大変なんだよとやっぱりこれ一つ作るのにもねいろんなこう報告があったりとかするんだよっていうのでちょっとねまた違った角度で手に取っていただけるんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます
キニさんいらっしゃいね、この企画まだまだ募集しておりまして、電話や SNS などで問い合わせもしていただけますし、街などで私を見かけたら、カズヤにお声掛けしていただけたら、出て出演していただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日はメディアクォーターさんより、近藤様にお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。